逃走中グレートミッション逃走者インタビュー。逃走中には夢がある。ひとたび逃走成功すれば高額賞金を得ることができるということで、今回は7人の逃走者に賞金の使い道を聞いてみましょう。あそこにいるのはグラビティマスターの戸村宗也さんです。渋谷ステージでは重力を味方につけた動きで素晴らしい活躍を見せてくれました。それ自慢なんだ。宗也さんはグレーエリアに住んでおり、病気を患っている弟の春くんと二人暮らし。そんな宗也さんの賞金の使い道は？一緒に見に行こうな、本物の青い海。賞金で春くんの病気を治し、二人で本物の青い海を見に行く。弟さんの夢を叶えるために逃走中に参加しているんですね。今後もバチバチさせちゃってください。バチバチしてきた。とこちらにはラッキーミューズ西野党員ルナさんもいました。ルナさんはホワイトエリア出身のお嬢様。そんなお金持ちであるルナさんがなぜ逃走中に？どうしても試してみたいのよ、私のラッキーを。逃走中で渋谷ステージではラッキー続きであったルナさん、次のステージでも名台詞ベリーラッキーを聞くことはできるのでしょうか？ベリーラッキー。おっと、逃走者の方々が次々と集まってきました。タッチダウンキングトラビスローさん、ボルダリングの天使セーラピーボディさん、夢見るスタントマンオーガクリスタルさん。皆さんの賞金の使い道は？逃走中を制覇していつかスタジアム専用コロニーを作るんだ。未来のフットボーラーへ夢をつなぐために。今度こそ逃げ切った賞金で月のコロニーを登り切る旅に出るんだ。絶対に叶える。こんなことで死ぬわけにはいかない。一生スタントなんかで終われるか。俺は俺主演の映画を作る。なるほど、皆さんそれぞれ目的があって参加しているようです。そして衝撃の裏切りを見せたアメージングウィッチホーミーさんもこちらに来ていますね。どうしてまた？もっと高性能なボディマージでみんなを興奮させるマジックを。なるほど、全ては自分の夢のためだったんですね。本気で挑んでいるからこそ裏切りも起こる。それが逃走中だ。それが逃走中だ。ですが炎上にはお気をつけください。鳥を飾るのはミスターパーフェクトモーリス・シューメーカーさん。逃走中の無敗記録を更新し続けるモーリスさん。そんなモーリスさんの目標は？誰も私の先には行かせない。連勝記録は一体どこまで伸ばせるのでしょうか。とさらに特別に宗也さんの弟春くんにもインタビューしてみましょう。春くんはただいま入院中。症状が落ち着いてきた春くんには新たな夢ができたんですよね。僕も兄さんみたいに逃走中に出たいんです。うん、兄弟で逃走中に出場する。どんな逃走劇が見られるのか今から楽しみですね。皆さんありがとうございました。以上、逃走中グレートミッション逃走者インタビューでした。君なら賞金を何に使う？コメント欄で教えてね。君は逃げ切れるか？